さあ今日も双葉書道会のマス目押しを使ってまずはペン字で矢解説していきます。弓部分でよくやってしまうことは横線を長くしてしまうことですね。続いて作りなんですが、この払いに対して横線を上につけてしまうと、この羽根付きの縦線を長くせざるを得なくなってしまって、下半身が大きくなると子供っぽい印象になるんですよね。この左払いと横線の交差点って左払いに対して下の方につけるんですよね。正しい例です。弓辺は横線を短くし、ここの線の方が横線より長くなるし内側に入ります。でこの線がポイントですね。かなり横に反るように開くんですね。でこの横線も短くして丸く描くんですが、右側は揃えつつ左側は三角のバランスにするんですね。でこの左払いに対して横線は下の方につける。下半身の羽根付きの縦線は短くするといいんですね。さあ続いて筆ペンで解説します。1画目の横線を細く描き、筆を持ち上げて置き直し、その横線に縦線を重ねるようにして描くと格好がつくんですね。で横線は細いです。縦線は太いんですが、ここの切り返す部分で筆を持ち上げてしっかりと角っぽくしてあげましょう。角になる部分をしっかりと丸くせずに角っぽくするとスマートな印象になるんですよね。で横線は細く、縦線は太くですね。点は基本的には小さく描いた方がいいです。続いて大筆で解説します。おさらいですね。この横線は細くししかも短いです。筆持ち上げて重ねるように内側に入れます。横線は細いんですね。少しねこの間にスペース与えるとより大人っぽい印象になるんですね。線と線を全部ひっつける方法もあるんですが、私がおすすめする方法はこういう風に横線や左払いとの間、横線と縦線の間に隙間を与えてあげると大人っぽい印象になるんですよね。続いて行書ですね。行書は横線の斜め上がりがバラバラになったり、この曲がり角が丸くなるんですね。先ほど角っぽくするとスマートになるよとお話をしたんですが、それは楷書でのお話なんですね。行書はできる限りここの部分は丸くしていきます。続いてお遊びです。この矢といったらなんか井上尚弥さんっていうねボクシングの世界チャンピオンの方のイメージがあるので、力強い男らしいイメージにしていきますね。やはり線は太く斜め上がりを強くします。できる限り角っぽい部分、ここの部分は角にして、で線と線の間、黒の幅、黒の太さよりも白の面積の方を狭くするんですね。もうこうするとかなり男性的で力強い印象になります。もう辺と作りの間も重ねるように遠慮なく思いっきり太くしていきましょう。横線も短くしてできる限り線と線の間を余白狭くしていきます。かなり力強く大人っぽい印象になりますよね。井上尚弥選手ってスピードがあるイメージがあるので、ちょっとスピード表現していきましょう。でこうやって筆のしぶきを利用してこうスピード、パンチの速さを表現していきます。かすれなども使用するとそのスピード感が表現できそうですね。墨の飛び散りやかすれ表現すると力強く動いた感じ表現することができます。お遊びも以上です。ありがとうございました。さあ今回以上となりますが、いかがだったでしょうか。あのようにね、大谷翔平選手であったり井上尚弥選手とかを見てると、こう人って努力をし続けなきゃいけないのかなって思いがちなんですけど、やはりスポーツ選手って一生ではなくて、短い選手生命の中でやっぱ頑張らないといけないんですよね。でも私を含め大人って一生かけて勉強していかないといけないっていうふうに考えると、こうスポット的に一時期頑張って勉強するよりは楽しく長く継続した方が、一生かけるんであればですね、そっちの方が効率が良かったりするし、ストレスも少ないですよね。スポーツ選手の方はね、尊敬しますよね。かなりストレスがあると思うんですよ。勝った後も負けがあるし、もう自分の体を追い詰めないといけないですからね。でも一生ではないわけですよ。でも仕事をしてるっていうのは一生だったりするので、やはりね、そこのバランス考えた方がいいと私は思ってるんですよね。私がおすすめする努力の方法っていうのは、苦しくない範囲でちょっとだけ毎日継続することを頑張るということなんですよね。例えば私の場合は毎日ね5キロぐらいランニングをして、週に3回ぐらいもうきつくない範囲で筋トレをしています。でこの書道っていうのが継続にもってこいなんですよね。きつくもないし、体が壊れるわけでもない、怪我するわけでもないので、一生かけてね続けられる趣味だと私は思っているんですよね。大人になってからでも書道ですごく楽しいので、書道習ってみてくださいね。改めましてチャンネル登録をお願いしています。2000文字の常用漢字を筆ペン大筆楷書行書アートで解説しています。チャンネル登録とグッドボタンを押していただき、概要欄にあるインスタグラムをフォローしていただけると嬉しいです。今回以上となります。ありがとうございました。